ジョン・クリス・ウッズはアメリカ陸軍に所属していた軍人死刑執行人。最終階級は二等軍僧。1911年にカンザス州ウィチタで生まれる。高校中退後の1929年にアメリカ海軍へ入隊し、訓練のご艦艇の陸民となるが、軍規違反により海軍を不名誉除隊となる。その後、 1943年に陸軍に徴兵され、工兵として、訓練を受けた後、第五特別工兵旅団第37戦闘工兵、大体 B 中隊に配属され、ノルマンディ上陸作戦などに参加。1944年10月に転属命令を受けて、死刑執行人としての訓練を受けた。彼は1946年10月16日、ニュルンベルク裁判で、 死刑判決を受けた10人のナチ戦犯の公主刑を執行した。また、347人の戦犯を公主刑にしたほか、1944年から1945年にかけて殺人などの犯罪を犯して死刑判決を受けたアメリカ兵30人の死刑執行を担当した。1950年9月17日、 朝鮮戦争の際に駐留していたマーシャル諸島のエニウェトク干渉で電気椅子を点検していたところ誤って高圧電線に触れ感電死した。彼は現在故郷のウィチタの墓地に眠っている。ウッズはアメリカ陸軍の命令の下、助手のジョセフ・マルタと共にニュルンベルク刑務所内の体育館で戦犯への講師刑を執行した。この際にウッズとマルタは 公主刑に使うロープの長さを誤って見積もり、受刑者のうち何人かは落下後も絶命せず、しばらくの間もがき苦しんだ末に窒息死したことが記録に残されている。また、設計ミスにより、落下口が予定より小さく、受刑者のほとんどが落下時に頭部を強打し外傷を負った。ウッズは、ニュルンベルク処刑の後に、以下のように語ったと伝えられている。 私はこれら十人のナチスを公主刑に処した。そして私はそれを誇りに思う。大抵の者が心を痛めナーバスになってしまう。この仕事の中で私はそのような気分になった経験がない。私を陰ながら支えてくれた GI たちへ三次の言葉を送りたい。私は彼らのおかげでこうして昇進する機会を与えられたのだ。 このことを彼らはみんな喜んでくれている。私は実際に公主権を見てこの仕事の方法を覚えてきた。誰かがその役目をやらなければならないからだ。アメリカ軍で働いていた私がこの仕事に就いたきっかけは数年前に起きたちょっとした偶然からだった。またその際の処刑について自ら公表した。103分で10人。手早く済ませたよ。 ありがとうございます。